近いのに足が動かない。かーダメだ。クックックック、さっきまでの威勢はどうした、まさき。これが金の力、金の圧力に。お前のようなスカンピンは体が動かなくなる。こいつもここまでか。こんなに近いのに俺の足を動いてくれ。まさきさん、まさきくん、待ってろよ。早く行けよ、後ろが詰まってるんだ、早く行けって。来ちまうよ、行けよ早く。まさきくん私はもうダメなんだ。もうさっきから体が震えて、もう何もしなくてももう落ちてしまいそうだ。早く出て、一歩足を動かせ。ここで助かってももうどうせ私はお金なんて、さよなら。あのまさきという男、なかなか残るじゃないか。ですから僕の計算によると、分速を計算して、そうです、僕とまさきさんが組めば絶対に負ける可能性はありません。なぜならこの B チームのやつらがこっちに来た場合ということをパターンで考えると、どう考えてももうすでに勝負は決まってます。よし、ですから2つでやった場合の計算、俺はちょっとよくわからねえが、それでいくか。確率上 98.28% 僕らの勝ちです。よし、じゃあですからとりあえずまさきさんはあっちへ、僕は周りの様子を見ながらあっちに行きます。わかった、頼んだぞ。1,2,3,4 2,2,3,4 5,6 7。ねえ、君も運動しかないと死ぬよ。第一ステージは多分体使うんだ。うわあ！まさきさん、そちら任せましたよ。ちょろいやつだ。だから言ったろ、人を簡単に信用するなって。あいつまだ分かっちゃいねえな。あれ、おい、みんな、ここ透明な板があるぞ。ああ、まさきさん、まさきさん、ごめん。え？このゲーム、みんなで勝とうってのはお人よしすぎるよ。どういうの？まさきさん、え？ごめん。ちょっと、くぅー、大勝ち。仕方ないんだ。ねえねえ、ケイトを見なかった？え？ケイト、
ケイト、あの僕と同じ格好したやつ見なかった？あ、見てないけど。どこ行ってんだろう。失礼しない。行ったはずなんだけど。ありがとう。よし、さあ。ねえ、そこのおじいちゃん。ん？なんじゃい？僕と勝負しない？ああ、いいよ。わしも困ってたんじゃ、相手がいなくて。じゃあ僕はこれとこれとこれで4カラー。おじいちゃんは？もう分からんから、じゃあちょっと待ってくれ。どれでもいいんじゃ。じゃあこれにしよう。ピンクの。お、同じカード出された。あ、私の勝ちか。また勝ってしまった。進んでる。若造、またの？チキショー！おい、それよこせよ。俺のカードだ。先に目をつけてたんだよ。ほら、よこせよ。お前のじゃねえんだ。お前、こっちだ。おい。はい。いつものお茶持ってこい。いつもつ冷たいお茶。二段目の下の奥に入ってるだろ。二段目これです。お前なんか今日様子がおかしいな。はい。おい、サングラス取ってみろ。はい。ちょっと今まぶして。サングラス取ってみろ。ギザギザじゃないか。びっくりさせるな。あとでいつもの部屋に来なさい。ちょっと一回はいがってあげるから。危ない！こんな赤ちゃんの参加させやがって。あいつ金の猛者だ。お前が絶対に俺が助けてやる。ここから脱出してやるぜ。石田健太君。なんだ僕の名前を。君が選ばれた。受け継ぎ。これは。そうだ。明日の21時。港ふと待って。他に情報は？それは何のゲームをやるんだ。行く。第2ゲーム、スタンバイ完了。62番、所定の位置についてください。62番、所定の位置についてください。これで、このゲーム俺の勝ち。ちょっと待った。え？その声はもしや。そのゲーム、俺も参加させてもらう。え、まさきさん、なんで生きてるんだ。なんで生きてるんだ。さっき死んだはずじゃん。これは吉田が、吉田のおっさんが生きたいです。そのゲーム、さあ、やろうぜ。しかもオールブルーカードまで。
ねえねえ、私と同じチームに入らない？絶対私と同じチームに入っていいことあるからさ。なんだよ。ねえ、あなたはどう？私と同じチームに入らない？もう決まったの。ねえ、あなたは私と同じチーム役ってきっと役に立つよ。ねえ、なんで私に仲間外れた？いいよいいよ、一人でできるもん。なんなんだ。おい、はい、例の件どうなの？今順調に進めております。順調？はい。 B エリアからだ。 B エリアから脱走者が出たそうだ。はい、今みんなで探しています。もうちょっとお待ちください。はい。お前、はい、さっきも同じセリフ吐いた。もう少々、はい、もう少々って何分待たせるんだ。今全力で探しております。お待ちください。お前の代わりはいくらでもいる。はい、ドン。いや、おじいちゃん、行きましょう行きましょう。ん？もうお飯の時間か？いや、飯じゃないですよ。おじいちゃん、次のゲームです。行きましょう、早く。次のゲーム？お前誰じゃ？おじいちゃん、ああ、もう平成か。あ、まさきさん、もう僕はもう無理です。先行ってください。ダメだ、俺らはチームだ。助けるから、待ってろ。すいません、いつも足引っ張っちゃって運動だけは苦手なんです。諦めるな、谷口うわー。まさきさんの悪運もここまでみたいですね。ピンクバサミ。谷口、そんなのはな、お見通しだよ。何がおかしい？ボールブルー！うわあ！嘘だ！俺の勝ちだな！くそ！クロック！こいつ八百長しました。ちょっと待て、谷口、待て。八百長だ！やおちょ所長大変です。所長大変です。所長お前所長室に入るときはノックしろって言ったろ。所長って石川だったのか。こうなるんだよ。結局こいつも屍になる。おい、286番片付けろ。こいつはもう少し楽しませてくれるかと思ったんじゃがの、こいつもただの石ころか。輝く何かを感じた気がしたんじゃがな。おい、早く片付けろ。